ネズミ中鉄の顕微鏡写真。グラファイトが、辺状の黒い組織として析出している。ネズミ中鉄とは、中鉄の一種。辺状のグラファイトを含有し、基地組織によってその呼び名は異なる。ネズミという名称は、破面が、灰色、つまりネズミ色であったことに由来する。中鉄は、炭素量の多い鉄炭素合金で、定義上2.06から6.67%の、 炭素を含む。一般的には2.5から3.5%の炭素を含むものが利用されている。この素性の中鉄を溶融させて鋳造した後、ゆっくりと冷やすとネズミ中鉄になる。炭素が変状のグラファイトとして存在するのが特徴である。鉄鋼材料としては、引っ張り強さが小さくて延々性にも乏しい。これは、金属中の変状黒煙によると考えられている。 一方で、切削加工性、耐摩耗性、耐熱性や減衰性については、優れている。用途の例としては、耐摩耗性を活かして、機械の修動面やマンホールの蓋、耐熱性を活かして、ロヤボーカード、減衰性を活かして、機械部品などがある。ブレーキディスクとしてもよく使用される。また、国内の音響機器ブランドトックは、この振動減衰性を音質改善に応用した。 オーディオ機器向けの製品を1983年より発売している。なお、ネズミ中鉄は溶けた中鉄をゆっくりと冷却した場合に生じるが、急冷した場合は、白中鉄という別の組織を有する金属になる。また、冷却速度によっては、ネズミ中鉄と白中鉄の中間的な組織になることもある。実数では、ネズミ中鉄品として引っ張り強さや、 硬さなどの機械的性質が定められている。記号は FC であり、それに続く3桁の数字は引っ張り強さの基準を表す。AB 坂本拓、絵時、機械材料基礎の基礎、日韓工業新聞社、2007年、84ページ、ISBN 978から45億2605万8479。ありがとうございます。